それが完成すれば我も好き放題にオーラを解放できるのだな。できねえよ。そんなことしたらこの国の大半が死んでしまうわ。いやしかし我もずっとオーラを抑え込んでおるのでそろそろ疲れて。我慢しなさい。ピエン、そもそもリムルよ、お前はなぜ平気なのだ。俺は全部胃袋に押し込んでるからな。しかしリムル様、ベルドラ様のように完璧にオーラを抑え込むというのは至難の技です。ベニマル殿たちでさえわずかなオーラは漏れ出ているのですから。うん、ディアブロよ、お前はよくわかっておるようだな。桁違いに膨大な魔素量を誇るベルドラ様でございますから、それを維持するのは大変でございましょう。そうなのか、ベルドラ。ゆえにそろそろどこかでドカーンと発散させたいのだよ。どこかでドカーンなどされてしまうと、その周辺は死の大地になってしまうな。ヤバい魔物が大量発生するとか、カリブディス級の化け物が生まれてしまうかもしれない。まさにカタストロフ。わかった、それについては考えておくから、もう少し我慢してくれ。よかろう、まだ我にも余裕があるが、なるべく早く頼むぞ。ったく、せっかく魔素濃度の問題が片付いたと思ったら、それ以上の難問が出てくるとは。はい、どうぞ。ままならないものだな、人生とは。いや、